住之江シティナイターの第58回ホワイトベア競争は今回の名物シリーズのラスト、今年度ラストシリーズを制するのはさあ一体誰に乗るのか、優勝戦を迎えていまして、市二さん456枠なりでしょうか、船を進めてまいりますが、インコースはゆっくりと1号艇の沖津愛が入りそう。今年 V2 の住之江初 V に王手をかけました。優勝戦人気の中心2号艇いまして、下條雄太郎、今年4回目、住之江は4回目の優出。3号艇で山崎軍、地元初優出、2場所連続 V に挑戦です。そして4号艇引っ張るでしょうか、山口雄太、今年初優出、住之江2度目の優出。5号艇の古賀茂樹、2場所連続優出で住之江はこれで2度目の優出。あとは6号艇で野沢大地、今年3回目、住之江はこれで12回目の優出。残り30秒、さあこれで3対3に分かれてまいります。スローが1、2、3、ダッシュが4、5、6、枠なりの3対3で、さあ風が収まっています。穏やかな競争水面上、今回の新規新艇シリーズを制するのは一体誰になるのか、ホワイトベア競争ラスト優勝戦、12秒進の回転となっています。スタート10秒前、コース位置はインコースから1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート。2秒前、1秒前、今スタートしていきました。コースタートはインコースからしっかりと1号艇の人気の沖津愛が出ていきまして、1マーク、まずは逃げる1号艇の沖津を握っていった3号艇、さして2号艇の下條、さらに懐4号艇、あと5番6番ですが、バックスリッチャー押し切った1号艇の沖津愛が住之江初優勝へ向かって先頭人気の中心。現在2番手は2号艇の下條でインコース2コース、3番手は4号艇3号艇が並んで、あとは5番6番、なおスタートは正常でした。第2ターンマークは先頭で1号艇で人気の沖津、2番手は4号艇が回った懐2号艇、あと5番3番6番と回ってきますが、2番手はわずかにさばいた2号艇の下條で人気の両者、3番手争いは現在アウトから4号艇の山口でレーサー2周目と入ります。先頭には見事なイン逃げで冷静に押し切った1号艇の沖津愛、現在2番手は2号艇の下條雄太郎、3番手争いが2周目で第1ターンマーク、突っ込んでくる3号艇と5号艇、その真ん中窮屈で4号艇がさあさばいてきたが、わずかに4号艇の山口がうまくさばいて3番手をキープ。上位が1号艇2号艇4号艇と人気どころ、その後ろ5号艇の子が現在4番手、あとは3号艇6号艇の順になっています。前提が2周目で第2ターンマーカー、先頭は抜け出していって1号艇の沖津愛が今年 V2 へと向かっていまして、そして2番手2号艇の下條雄太郎、3番手は道中うまく踏ん張った4号艇の山口雄太、1、2、4で、あとは5、3、6、前提が最終周回へと入ります。最終周回に入っては先頭が1号艇の沖津愛、本シリーズのシリーズリーダーが優勝戦はインコーストップスタートの逃げ、そして2番手は2号艇の下條雄太郎、3番手には4号艇の山口雄太、最後のバックスレッチはインコース2コース4コースの組み合わせ。これで先頭の1号艇の沖津ですが、今年2回目、ここ住之江で初優勝、自己通算では28回目の優勝が目前で、見事今シリーズシリーズリーダーの活躍で住之江は3度目の優出で初優勝。住之江の今年度ラストシリーズを制するのは1号艇の沖津愛、今回の新規新艇シリーズの優勝者は1号艇の沖津愛、まもなくゴールを迎えます。優勝1号艇沖津愛ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番がゴールイン。